考えるだけで体がほてってきちゃ、滑ってきた。何もかもありのままさらけ出しちゃっていいのよ、金さん。これはありのまま映すための鏡なんですから。あれ、銀さん。んだよ、メガネかけ機かよ。さっさと消えなさいよ。あれ、ん、投げよし。よろしくねえよ。ケリーケダルマじゃないの。キャラ薄いくせに体も濃すぎじゃないの。はぁ、永久脱毛でもしようかな。見てはいけないものを見てしまった。これが新八くんのありのままの姿。今度はあんた、仮にもヒロインにそんなもんついてるわけないでしょ。やべ、一本グソ忘れてたある。ヒロインにアルマズキモン、ケツから飛び出してきた。これも朝シャンしないと。ちょっと待って、あれ尻尾、尻尾吐いてたの、この子。ただいま。ガガロッキョー。何やってんのお前。別に、ハンダーグレープ飲んだらケツから吹き出してきただけやろ。リタルハーフンと歯磨き粉そっちに置いといたの。まさか銀さん知っていたの。全て知った上でとっくに受け止めていたというの。おめえらが俺がズラだって気づいてることなんかとっくに知ってるよ。ありがとう。ありがとう、素敵なプレゼント。ありのままの俺を受け止めてくれて。こっちは何に使うのかな。あ、そうか、最近は下の方もめっきり薄くなったから。そうか、こう使うのか。うん、なかなか似合ってるじゃねえか。あ、何やってんのマカロン君。ご主人様。愚か者、何でも人間の尺度で測って騒ぐでないってちゅう。もう病気なんだから安静にしないとダメですよ。もうすぐできますからね。はい、もしもし、ピーちゃん大変。マカロンくんも風邪ひいちゃったんだって。えー、マカロンも？お粥作んなきゃいけないからって明日のデートキャンセルになっちゃった。しょうがないわね。とってこっちゅー。あおいしい。おっくんはネギより湧き気でちゅ。あと隠し味に醤油をひとたらし欲しいでちゅ。仕上げにはごま油、溶き卵は余熱で火通すやで。批判まだまだやな。私負けないもん。わかった、私が取るべき行動は。あ、足が、あ、おっと、これだ。ゴミに突っ込む。そしてこけることにより自然に後ろを確認。誰もいない。俺のファンか。俺に言ってる。まあありっちゃありだな。俺を求めているのか。出た。殿下のことは車道が危ないよ。私はもうこの姿を保てんよ。細川さん、私のことを褒め、このタイミング最悪。
驚いたわ、嘘泣き。ミンシアさんだって涙まで流して。おい、あんた大丈夫か。ナルミさん、やっと勝ったのね。おっそ、ダッサ。やかましい。おとなしくしてな。しばらく休まなきゃよ。死ぬには早いだろ。はい。どうもありがとう。気をつけてな。おい親父、金はできたが。そこをなんとか。俺らガキの使いじゃねえんだぞ。おい、手荒なまりは言うぜ。こいつら。怪我はない？美しい。いや、全然平気さ。あ、こんなに散らかしちゃった。片付けなきゃね、これ片付けなきゃね。ところでぬかた、久しぶりにお前のキラーパス見てみたいものだ。そうね、私も見てみたいわ。よし、出してみろぬかた。はい、キラーパス。どこ蹴ってんだ。なければ煩悩もなくならないか。今までありがとう。マスターはここにいるようです。大丈夫だって言ってるのに。だってやっぱり心配だもん。それにともちゃんがどんな修行してるかも気になるし。最後にもう一回だっけ。人の気配。ニフ。死体って思ってたんでしょ、トウヘイさん。ちょっ、お前。またんか、こら。何？ガキンチョのくせに生意気な。少しは成長してから物を言え。トウギのバカバカ、トウヘイさん。マスターの様子を見てきます。なんでイカロスが。うおー、なんだこれは。こんな危険なもの初めて見た。マスター、それはそんなに危険なものなのですか。了解。マスターに危害を及ぼすもの、排除します。イカロス、よくやったな。もういいから、お前は帰りなさい。
はい、マスター。ともちゃん、心配だな。何してるのかしら。エロ本、これでもっと油断させればあいつをやれるかも。もし、そこのお方。あ、これは、うわ、立て、怖いよせ。くそ、何か切れるものはないか。ハサミとかカッターとかあるよ。おー、サンキュー。ほら、よく切れる。どうかしました？口に濁もうやめて、こっちにしましょうね。平気だから、もう一回したい。無意識エロの破壊力ったらねえな。俺のけなげな努力を大喜びで踏みにじるとこ、ほんと最悪です。先輩、何でもないですから、この人たちの言うことに意味なんて。もう一回一回したいしたい。コンコンコン。よし、この顔セットでいただきます。何のアテレコだ。ウサ君、変なことしたって本当なの？なんで俺？あは、同居人は同罪じゃないですよね。うわ